この化学調味料添加物の摂取というところですね、ここをですね変えてくれるのが麹なんですよね。でプラスアルファ発酵食品になりますので、マイナスからプラスに一気にいきますね。ビタミンミネラルね、不足してると言われがちなものをしっかり補給することができます。お野菜についてる乳酸菌たちとかがねいるんですよね。その子たちの餌となるね麹で作ったドレッシングとかをね入れかけてあげると菌たちが増えていきます。皆様、腸活、菌活、聞いたことありますよね。腸活が気になる、菌活が気になるっていう方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、腸活も菌活も麹でできます。なんで麹でできるの?っていうことがね、疑問かなと思いますので、今日はですね、なんで麹で腸活、菌活ができるのか、その疑問にお答えしていきたいと思います。最後まで見ていただくと、腸活、菌活がね、なんで大事なのか、そしてなんでそれが麹でできるのかがわかります。そして今日から始められる一歩についてもお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。まず一つ目ですね、腸活菌活とはということでお話をしていきます。私たちの腸にはですね、なんと100兆個から1000兆個ものですね、腸内細菌がいると言われています。そしてこれをですね、腸内細菌層というふうに言いまして、人によってねこの腸内細菌たち住んでいる菌の種類とかが違います。なのでその腸内細菌たちですね、量が多くなること、そして菌たちが元気であること、そして腸のねベースの状態が良いこと、まあ、これがですね腸活というふうに言われています。プロバイオティクス、プレバイオティクス、バイオジェニクスみたいな言葉でも言われることがあります。菌活はまさにですね、このね腸内細菌のね菌ですね、菌たちをね増やす活動だったり元気にする活動だったりします。私たちね本当にこのコロナを機に特にですね、除菌除菌ということでね、菌を除く菌を除くしてきておりますよね。私もですね、3姉妹の子供がいるんですけれども、私今ね47歳ですけれども、子供を30歳の時に最初ね産みました。その時にはですね、除菌シートを持ち歩きまくりましてですね、赤ちゃんでいっぱいこうね口に入れるじゃないですか。それをね本当に綺麗に拭いて渡す、おもちゃ綺麗に拭いて渡すっていうのをやってたんですけれども、あれって菌活なんですよ。だから本当は止めちゃいけなくてですね、人間のね体、腸にね入れる種類が決まるのはなんと3歳まで決まっちゃうっていう風に言われています。なのでたくさんの菌たちにですね、3歳までに出会うっていうのがね実はとても大切なんですよね。でこの菌にある合う種類が少ないからアレルギーが増えているなんていうことも言われる方もいらっしゃいます。この空気中にもいっぱい菌が実はいるんですけれども、この菌たち目に見えないのでいるわけないじゃんと思ってる方もいるかもしれないんですけど、います。そして私たちのここら辺の顔にも菌がいます。そして皮膚にも菌がいます。皮膚の上ですよ、ここにも菌がいます。でこの菌たちがですね、いろいろいいことをしてくれているんですよね。で私たちの体って守られています。私たちの体は菌の住処と思うとですね、ちょっと面白くないですか。そして腸内細菌もいっぱいいます。でこの腸内細菌の状態で私たちの健康は大きく左右されるというふうに言われていて、肝臓とか心臓とかそういったね臓器の一つというふうにもね捉えられるぐらいとても大切な菌というふうに言われてます。なので腸活菌活というようなものがすごく大切だよというふうに言われるようになっているということになります。麹でできるのはじゃあなぜなんだっていうところですね、お話ししていきたいと思います。腸内環境が悪くなる理由ですね、なんと1番目はですね、加齢でございます。年齢を重ねていくとどんどんですね腸内環境は悪玉菌優位の環境になっていくというふうに言われています。なので腸にいいことしないと悪玉菌優位にどんどんなっていってしまうということですね。そしてストレス、そして運動不足、これもですね腸内環境が悪くなっていく原因になります。そしてですね、化学調味料、そして添加物の摂取というのもですね、実は腸内環境が悪化していく原因の一つになります。普通にご飯をねお外でね食べると、もう添加物化学調味料必ず入っております。そしてですね、お家の中でもですね調味料、皆さん添加物化学調味料入ってないですか。お家でも調味料の中に入っている添加物化学調味料というのをですね、たっぷり使ってしまうという状態になります。でこのねチャンネル見てくれてる方はね、40代50代の方も多いです。私と同世代の方も多いので、ということはですね、もう悪玉菌優位、腸内環境悪化にまっしぐらということですよね。そして最後の一つはですね、抗生物質の摂取ということでですね、菌を殺す
お薬でございます。もちろんですね、体が菌やウイルスに侵されている時にはですね、飲まなくてはいけないものなんですけれども、ちょっと体のね、風邪ひいたぐらいでも抗生物質って出ますので、そういう時に飲んでしまうとね、逆に菌が死んでしまってですね、もっともっと免疫が落ちてしまったりっていうことにもね、関わってくる実はものなので、美味しくですね食べて、食べ物から元気をもらうっていうこととか、甘酒を取っていただくとかっていうことの方が、実は体は元気、腸内環境も整った状態でいられるということになります。この化学調味料、添加物の摂取というところですね、ここをですね変えてくれるのが麹なんですよね。でプラスアルファ発酵食品になりますので、マイナスからプラスに一気にいきますね。ビタミン、ミネラルね、不足してると言われがちなものをしっかり補給することができます。そして玄米とか麦とかのですね、麹を使うと、さらにそこで食物繊維もしっかりね取ることができます。発酵食品なので、菌という意味で菌活ですね、空気中の菌たちもいっぱい入ってきますし、お野菜についてる乳酸菌たちとかがねいるんですよね。その子たちの餌となるね、麹で作ったドレッシングとかをね、入れかけてあげると菌たちが増えていきます。そしてその増えた菌たちを食べることができるということになるので、プロバイオティクスの方になりますね。ということで、菌も取れるし、腸をね善玉菌優位の方向に持っていく食品という意味で、発酵食品ってすごくいいんですけれども、プラス食物繊維とかね、そういったものをねしっかり取っていくことができるということになりますので、腸活菌活ができるのがこの麹ということになります。なので食べるものでしか腸活菌活はできないですよね。何を食べるか、何を選択するか、まあ、何を飲むかもそうですけれども、それによって腸内環境はどんどん変わっていくということになります。麹をね使った料理をしている人がお肌が綺麗だったりとか、そういう風になるのはですね、腸内環境が整っていくからになります。腸内環境が整うことでですね、セロトニンがしっかり分泌されるという状態になるので、穏やかな、幸せだなと思うホルモンが体から分泌されます。なのでとても穏やかになります。腸内環境を整うことで免疫力がアップします。そしてね、栄養素をねしっかり吸収できる体になって、でその栄養素の中も麹の調味料を使っていただきますと、ビタミン、ミネラルがしっかり取れているので、それをしっかり吸収できる体になります。そして出すっていうこともとっても大切なので、食物繊維のね、水溶性食物繊維は腸内細菌たちの餌になりますけれども、不溶性の食物繊維は腸にあるですね有害物質だったり、そういったものをですね絡め取って外に押し出して出すという力があります。なので水溶性の食物繊維も不溶性の食物繊維もしっかり取ることが大切になります。そして今日から始められる一歩ということで、まあ、これは本当にですね、調味料を変えるということが一番簡単になります。ベースの調味料ですね、お塩もそうですし、お醤油ですね、そしてみりん、お酒、お酢ですね、このあたり本当にね変えていただくだけで、ね、全然変わってきますので、お醤油はですね本当にぜひぜひ麹の力使ったねお醤油ね使ってみていただきたいなと思っています。お醤油はですね、小麦と大豆をいったものに麹菌をつけて、でそこにですねお水とお塩を入れて発酵させたもの、そしてそれを絞ったものがお醤油になります。原材料というふうに書かれているものは小麦、大豆、塩のみですね。ね、安くスーパーなどで売られているお醤油はですね、すごく濃い原液をね作るんですね、麹とかで。それを薄めて販売されているものがあるので、アルコールが入っているもの、そしてアミノ酸等のですね化学調味料などで味をですね調整しているものとかが結構ありますので、皆さんねぜひぜひお醤油の裏をね見ていただいて、何が入ってるかなっていうのを見ていただければと思います。お味噌もですね結構アミノ酸で調整されているものたくさんありますので、原材料ね何が入ってるかっていうのを見ていただくと分かりますので、そちら見てみていただければと思います。シンプルな原材料で作られているものを、ね、選んでいただくといいかなと思います。その辺の、ね、選び方はですね、べっぴん菌チャンネルのですね LINE 公式お友達になっていただくとプレゼントいたしますので、ぜひぜひ聞いてみていただければと思います。腸内環境を整うと本当にね血液レベルで綺麗になりますので、お肌が綺麗になります。まあ、腸でねいろんなね有害物質とかが出て、それが腸にね
から吸収されて血液に乗って、有害物質とかそういうものって外に出したいんですね、私たちの体って。それが吹き出物で出たりっていう風なことも言われています。免疫力がアップすることでアレルギーね、改善していくという風に言われてます。なのでアトピーだったりとか喘息だったりっていう子がお薬卒業していく方もいらっしゃいますし、ご自身のなんかこう手湿疹だったりそういうものがね治る方もいらっしゃいます。麹を食べることのねメリットですね、これはね腸活菌活とかではないんですけれども、栄養素ですね、ビタミン B 群ね、とてもたっぷり麹は含まれています。で、私たちの体で何かを代謝するとき、炭水化物もタンパク質もそして脂質も全て代謝するときにビタミン B 群がね使われてるんですね。なのでビタミン B 群って私たちの体にとってとっても大切なものなんですけれども、これがですね麹にはねたっぷり含まれているので本当にね疲れなくなりますね。疲労回復がね本当に早くなるっていうところがあります。麹で腸活菌活を行うことでいいこといっぱい起こりますので、ぜひぜひ麹をね使うこと試してみていただけたらなと思います。こちらのべっぴん菌チャンネルではですね、このね今日はですね腸活菌活のお話しさせていただいたんですけれども、丸々麹とか、まあ、基本の塩麹醤油麹の作り方みたいなものもねありますし、甘酒の作り方もあります。塩を塩麹に、醤油を醤油麹に、お砂糖を甘酒に変えていただくだけで本当にね体の方変わっていきます。プラスですね、本当マヨネーズだったりケチャップだったり焼肉のタレだったりとかっていうのも全て麹で作れるようなレシピね、こちらのべっぴん菌チャンネルではお伝えしてますので、いろいろ見ていただいてですね、ぜひぜひ活用してみていただいてですね、少しずつでもお家で使う調味料をですね変えていくことで体どんどん変わっていくのを感じていただけるかなと思います。体も心も変わっていきますので、ぜひぜひ麹ライフやってみていただければと思います。麹ライフ送ることでですね、どんどんみんながね笑顔になっていく、ね、とっても楽しいですっていうようなコメントもたくさんいただいてますので、まだ始めてない方はぜひ始めてみていただければ嬉しいです。麹ねやってみるよとか楽しいよっていう方でよかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。麹のパワー本当に素晴らしいので、たくさんの方に麹のね魅力知っていただきたいなという思いで、こちらのねべっぴん菌チャンネルやらせていただいてますので、皆さんがグッドボタン押していただきますと、たくさんの方にですね麹の魅力が届くかなと思いますので、ぜひご協力をお願いできればと思います。ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。今日も素敵な一日をお過ごしください。またお次の動画でお会いしましょう。またね。